こんにちは。こちらは天国です。風鈴の音ですら涼しさを感じられない地獄のような夏が過ぎ去ったと思ったら、もうあっという間に秋のトップノートが漂ってくる季節になりましたね。なので本日は見つけるぞ小さい秋。まずお財布、これはもう最近のお供、三島由紀夫金閣寺ですね。連れ歩きすぎてすごくボロボロです。ナインストーリーズは短編集なので気軽な読み物として選んでみたんですけど、内容的には全く気軽な軽い読み物ではありませんでした。それでまだ三島由紀夫の話を少しさせていただきます。この間仮面の告白を読んで、三島由紀夫は思ってること全部喋るんですよね。自分の考えていることを全て言葉にして伝えるという覚悟が彼にはありますね。我々は覚悟なしに生きてはいけないじゃないですか。その少し前に話題になった村上春樹下げの風潮についてもそうなんですけど、これが好きとかこれが嫌いとか、それを表に出すのもまた覚悟の一つで、同調圧力に押されて自分の好き嫌いを曲げてしまうのはもったいない上にダサいですよね。あ、ちょっと待ってください。このここら辺でおじいさんが、ちょっとお邪魔します。あ、どうぞどうぞ。野生のおじいちゃんが、私が多分この小屋をすごい我が物のように扱っていたんでしょうね。そしたらシワシワの声で断りを入れてくださって、面白かったです。全く秋関係ないですけど。さて、今のところ小さい秋見つけた要素は一切なく、どうなんですかね、この公園で読書という、まあでも読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、タバコの秋と代表的な秋の行いに数えられるうちの一つではありますから、どなたがこの瞬間を小さい秋見つけ作業だと言えないと断定することができようか、いやできない。そう、あとここ数ヶ月動画を更新していなくて、結構長い間だったんですよね。あなた方からもう YouTube やめちゃったんですかって心配の DM が届いていて、全然やめてないです。全然やめてないんですけど、のっぴきならない事情がちょっとございまして、動画を載せることができずにおりました。大変申し訳ないです。そして秋といえば、まあ人肌恋しい季節だとか、12月のクリスマス、イエス・キリストの誕生日に向けて全国各地つつうらうらカップルが爆誕する季節。私は本当に人肌恋しいですかと問いたい。いやー、私はどうしても他人任せの喜怒哀楽に恒常的な価値があるとは思えないですね。書を捨てよう、街へ出ようという作品がありますけど、まず人肌が恋しくなったら暖房をつけよう、こたつへ入ろう。これは持論ですけど、暖房をつければ孤独の冷たさなんて寒さなんて意外と大したことなかったりするんですよね。なので、まあまずは暖房をつけよう。画面のあちら側の私が小さな秋を探して見つけたようです。この芝生のグラデーションというか、色が揺れている感じがすごく秋だなと思っていたら、発見しました。ノラの灰皿です。タバコをこうカラカラっと振っているのって、アル中カラカラみたいですよね。すいません、吸います。
完全に秋ですね。もう秋を満喫するためにどんぐりやもみじなんて必要ない。青い鳥が実は身近にいたように、秋も実は私たちのすぐそばにいたのかもしれません。とはいえ、私ももう少し秋を探したいと思って、この後四つ葉のクローバー探しをするんですけど、今調べてみたら四つ葉のクローバーって基本的には3月から8月の植物らしくて、枯れゆく命たちをただただいたずらにいじくり回しただけの時間だったみたいです。火が完全に消えてから吸い殻は捨てましょうね。あと、これは田舎あるあるかもしれないんですけど、金木犀の匂いに驚かされることが秋の始まりではないんですよ。まず私が住んでいるあたりでは、夏が終わりを迎えたその時くらいから暴走族の方々が非常にやかましくなります。あとはドデカ重低音垂れ流し車がもう街中をバッコしていて、それに呼応するかのようにポリスカーがね、すごく街の治安を維持するために巡回してくださってるんですけど、サイレンもうるさいですし、救急車も出動する機会が多くなるので、街全体がうるさくて秋の静けさなんて感じるいとまなんか一つもないんです。小さな秋も大して見つからず、四つ葉のクローバーなんておそらく人生の中で見つけたことは一度もないですね。たちまちに四つ葉のクローバーを見つけられる方がいましたら、お友達になりたいです。もう日も落ちてだいぶ寒くなってきたので、秋探しはこれにて終了です。しかもこの後めちゃくちゃに道に迷って、私は道を覚えることができないんですけど、勘で帰ってみようとしたら全く見知らぬ土地にたどり着いてしまいました。このまま家にたどり着けないというのもまた一興ではありましたが、私は iPhone15 を持っているんです。まあそれが言いたかっただけなんですけど、とにもかくにもスマートフォンやナビを開発してくださった方々にお礼を申し上げたいという気持ちで、無事家路に着くことができました。特大感謝。それでは今日はこの辺りで、おやすみなさい。